どうも皆さんこんにちは、鈴木ジョニー高志です。元気にお過ごしでしょうか。今日はですね、ジョニー・ウィンター奏法実践編ということでね、実際にねジョニー・ウィンターの演奏している曲をね、俺が弾いてみてね、ジョニーのねあの特徴をね、紹介できたらと思います。ということでね、まあジョニー・ウィンターはねすごいあの経歴の長い方で、あのいろんなねスタイルの、ギターをねプレイするんですが、まあレギュラーチューニングで弾いたり、ギターをねオープンチューニングにしてスライドギターを弾いて、まあスライドを弾くのもすごい有名なんですけど、あとねリゾネーターギターを使っての、渋いねカントリーブルース弾いたり、フィンガーピッキングでね弾いたりするプレーも、得意です。で今日はねジョニー・ウィンターの、まあ一般的な、レギュラーチューニングでのね、奏法をねちょっと、やってみたいと思います。でね、どの曲をやろうかなと思って考えて、ジョニーの特徴がよく出てる曲で、これですね、 Still Alive and Well っていう1973年に発売されたアルバムがあるんですけれども、まあねこれもすごいかっこいい曲がいっぱい詰まったアルバムなんですけど、この中に入ってる1曲目の Rock Me Baby っていう、曲をね今から演奏したいと思います。まあ、ロックミーベイビーはねブルーズ好きな方なら知ってると思うんだけど、 B.B. キングが演奏してて有名なスタンダードナンバーで、それをねあのジョニー・ウィンターが自分流に、アレンジしてねロックアレンジして、演奏してるんですけれども、それじゃあねちょっとまず試しにね俺がまあ音源の方はね YouTube とか見てもらえればね、あのジョニー・ウィンターロックミーベイビーでいろんな音源出てきます。それで聴けると思いますのでそちら参考にしてください。じゃあちょっとね俺が実際にイントロから歌ワンコーラス弾いてみますので、まずちょっとそれを聴いてみてください。みたいな感じでねやってるんですけど、まあね微妙にねスタジオ版の 音源とちょっと音がちょっと違うとこもあるんですけど、大体こんな感じにやってると思います。それでね、ジョニー・ウィンター奏法のまず一つ、開放弦をすごいうまく使ってますね。まあ、今の曲のねこのメインとなるリフもこの曲はキーが A なんだけど、開放をうまく使ったリフをメインリフをテーマリフを作ってますね。これ得意なんですよね。この曲とかあと他にもあの、まあ、ロックンロールのスタンダードでボニー・マロニーって曲があるんですけど、それもキー A で、あのまあこれロックンロールリフのちょっと変形なんですけどね、この開放弦をやっぱすごい非常にうまく使ってますねジョニーは。でこの開放を絡めたハンマリングこれがすごいジョニーはもう手癖的に好きで、ライブの映像とか見るとだいたい曲の始めとか今の例えばロックミーベイビーでもこういう感じですね、3弦 G の音を、
2フレットでこの A にハンマリングしてる感じとか、非常に、好きです。ということでまずね、第一つは、開放弦をうまく使う、そしてねハンマリングが好きだということなんですけど、そして次はね、今のイントロでも弾いた、まあ単音フレーズももちろん弾くんですけど、複音フレーズで、複音フレーズですか、いわゆるダブルストップって言われてる2つの音を使っての複音プレーとかもよくやります。これ今ね2つの音を同時に鳴らしてるんですけど、チャックベリーのロックンロールとかでもね、チャックベリーとかもよくやってたんですけど、あのジョニーが弾いてたね、あのチャックベリーナンバーのジョニー・ビー・グッドとかでも、長くなりましたけど尺が、このこれですよね。これ2つの音を同時に鳴らしてるんですよね。これもだからすごい、ジョニーの18番的によく使えます。ブルースとかでもね、こういうみたいな、こういう、2つのダブルストップはよく頻繁に出てきます。で今2つの音だったんですけど、今度は3つの音、3つ以上、まあ、3つの音で弾くこのコード弾きも結構多用して、で、まあ、ここからがジョニーがサムピック使ってて、なおかつこのストラミングっていう奏法になるんですが、基本ピックで弾かないで指で弾きます。まあ、実際どういう感じかっていうとこういう感じなんだけど、まあ立って弾いた方が弾きやすいのかな、こういう感じで。これ俺もまだねこれマスターしてる途中なんですけど、これ映像とか、写真とか見ると結構このネックの12フレットとか14フレットあたりで弾いちゃったりしますんですよね。で使ってる音なんですけど、例えば、今ロックミーベイビーって、キーが A なんですが、 A の場合は、C の音とかを、このローコードの D のスタイルをそのままこう C になるんですね。だ、理論的に言うと単三度の音になるんですかね、 A だから。この音をこの C から1音上がって D とか、1音半下がって A にするとか、こういうのをね結構書き慣れしたりしますね。あと音使い的にもう一つよく出てくるのが、上昇フレーズですね、上昇音ですね。よくこういうフレーズありますよね、キーが A だとか。これを上昇フレーズを、ストラミングしますね。It's all over now とかでも歌とかでもよくやってますね。みたいな感じで出てきますね。このストラミングが、まあ、ジョニー・ウィンター奏法の中で一番俺は特徴なんじゃないかなと思います。そして、まあ、音的には、
俺も理論とかあんま詳しくないんですけど、マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックスケールをうまく組み合わせて、もうほとんどそれでジョニー・ウィンターのフレーズって弾き切れると思うんですよね。結構ね、まあ非常に美味しいフレーズいっぱいありますね、ジョニーの場合は。歌心のあるフレーズ。で、やっぱね、歌がうまいだけあって、ギターソロの組み立ても非常に、なんていうのかな、うまくできてて、歌心のあるフレーズが多いんですよね。例えばこのさっき紹介した「Still Alive and Well」に入ってる3曲目の「チープテキーラ」っていうバラードとかあるんですけど、このバラードのギターソロとかもすごいね、いいギターソロで、弾いてますね。まあ、他にもね、「俺は天才ギタリスト」っていうアルバムがあるんですが、ジョン・ドンソン・ウィンター3っていう、そこのに入っている、ジョニーがね、書いた曲で、「ストレンジャー」っていう曲がありまして、その曲のね、ギターソロもすごいね、歌心のある、いいギター、泣きのギター聴かせてくれます。ぜひ一度ね、検索して聴いてもらいたいと思います。そしてね、1音半、まああと音使い的にはたまにね、この1音半チョーキング出てきますね。これで、ね、まあちょっとエモーショナルな感じを出してるのかな。スローブルースとかでもたまにポイント的に出してきますね、1音半は。来たりします。それでね、まあ紹介してきました、開放弦、ハンマリング、ダブルストック、ストラミングで、まあ歌心の非常にあるギターということでね。あとですね、小指を使ってのチョーキングも意外にありますね、ジョニー・ウィンターは。さっきのね、演奏した「ロック・ミー・ベイビー」の、歌の後半、9小節目の頭で、あ、10小節目の頭でブレイクするのか。11小節目、12小節目か。これ小指チョーキングですね。これ結構出てくるんですよね、こういうフレーズが。有名なロックンロール風チークの A メロ部分、あそこコードが A なんですけど、あそこでも小指、映像とか見てると小指でチョーキングしてるんですよね。これ意外に慣れないと、この小指で音程取るの難しいんですよね。こういうことやってますね。こんな感じかな。こういう感じになります。まあとてもね、なんせ天才ギタリストなんで、まあいろいろなねポイントがありまして、とてもねこんなね短い動画ではまあ伝えきれないんですけども、あとはね、まあ根性でね、一生懸命自分の耳でコピーするしかないと思うんで、まあ俺もね、まあ基本的に音楽理論とかそういうの分かんないんで、独学でやってる人間なんで、まあ自分のね、ジョニーのね、レコードや CD の音源を何回も何回も繰り返してね、まあ聞いてね、こういうふうに弾いてるんじゃないかなと思って、まあコピーしてます。今日はそんな感じでね、ジョニー・ウィンター奏法、お届けしました。少しでも参考になればと思います。今日はどうもありがとうございました。バイバイ。イエーイ。